カメラ拭いとくか、カメラ拭いとこう。これ着替えあるね、着替えある。ワンチャンマジ着替え。これはまさか、辻川さん、辻川さんいませんか。辻川さんいませんか、辻川さん。辻川さんいませんか、辻川さん。せっかく配信台に持ってきたのに。お、マジで。いや、すみません、電池辻川、ちょっとだけ次の試合に飛ばして、次の試合に飛ばして、ここやりますね。もうハゲ会をすればいいや。はい、ピノセさんとハゲさん。はい、またピノセさんとハゲさんの試合やります。じゃあ、はい、ハゲさん、あれ試合、影響体。はい、もうハゲテイガーは影響体に移ることは宿命と言われてるんで、はい、ピノセさんとハゲさんの試合やります。ニュー対テイガーです。ニューテイガー。あと、月川さん見かけたら教えてください。もしかしたらめっちゃ可愛くなってるかもしれませんけど、辻川さん見かけたら教えてください。ちょっと返信には時間かかるからな。頑張ってよ。さあ、いい兄弟決まっている。勝ったのはユイタワ。ユイタワバルケンの勝利。え、そうすればなんかいいか、これでいいか。じゃあ結構適当にいきますよ、順番。いい兄弟、ユウちゃんさんと伏せさん。ユウちゃん対伏せ。ユウちゃんさんと伏せさんの伏せの試合やります。伏せさん、どうぞ。はい、ごめんね。いい兄弟、こっち。いい兄弟でやります。いい兄弟でやります。さあ、ピノセ対ハゲ。はい、いい兄弟、ここでやります。ワンピーツーピーツ出て、ゆうちゃんが言ったいい兄弟お願いします。ちなみにいい兄弟録画台なんで、これ録画してるんで、その辺はそういう思惑と思ってください。あと、辻川さん、まだっすかね。辻川さん、着替えまだですかね。もう着替え認定しちゃったけど。さあ、影響台、ピノセバーザン、影。一見絶望相性。いや、一見したけど、絶望できた気がしますが。かったのは、これ、荒くねですね、ザギ。ビート内、勝ったのはザギアラクネ。それでは B 兄弟で、疾風さんといろはさん。疾風対いろはの試合やります。はーい、はい、疾風さんといろはさん。ごめん、新兄弟勝ったのは BB プレイヤー同キャラですね。はい、C、 あ、ごめん、 B、 疾風対いろは B で、 B でやってください。で、C 兄弟でエアさんとコウヘイさん。新兄弟でエアさんとコウヘイさんの試合やります。 C でやります。はい、辻川さん、まだっすか。辻川さん、そろそろ。いやー、ビッグワンデーの声援が飛ぶ中、煽りですけどね、大体。ね、ユイタババルケンがすでに勝っているというのはね、なかなか、このメニューには空車。上げとしても、接待勢の起点を上げていきたい。あ、ただ、次は接待であります。のしのし。
やっぱりニューは無理だったよ。ニューうまかったね。え、何も起こさせないというのは難しいからね。ない本当に。あったの気のせいで。作業すごかった。すごかったし、失格の勝利。辻川さん。辻川さん、まだした。辻川さん。じゃあ、ちょっと全地面待っててね。影響台ね。まあ、フィルム入れてたら大丈夫でしょう。フィルム対コージ。フィルムさんとコージさんの試合やります。影響台ね。フィルムさんとコージさんの試合やります。はい、コージさん。コージ、KOG さん。パフォーしてる。はい、試合なんで、すいません、お願いします。さあ、いい兄弟、フロート、ステーが勝利。それでは、B 兄弟でピーチさんと BAB さん。B 兄弟でピーチさんと BAB さん。B 兄弟でピーチさんと BAB さん。E 兄弟で麻生さんと哲也郎さん。E 兄弟で麻生さんと哲也郎さん。E 兄弟で麻生さんと哲也郎さん。E。コージさん。まだ？まだか。はーい。コージさん来ましたね。いや、ごめんね。ちょっと辻川さんがいなくて。辻川さんがいなくてさ。これ、虎の穴とか言ってんちゃうかな、今改装中やけど。はい、じゃあ、A 兄弟で、コウジさんとフィルムさんの試合やります。A 兄弟、コウジさんとフィルムさんの試合やります。C 兄弟、あれ、なんや？狭間？狭間やね。C 兄弟、コウヘイさんと狭間たち。違う？ごめん。緑に見えたかな。エアライチが勝ち。申し訳ない。はい、じゃあ C 兄弟で、エゴさんと伊藤沙恵さん。C 兄弟で、エゴさんと伊藤さん。エゴさんと伊藤さんの試合やります。あと、あれ、辻川さんまだ？え、マジで？この辻川がこんな長時間、大会会場から不在ということは、これはもしかして、なりません。エゴ代。コージ VS フィルム。続け、テイガーで15だった。どっちも笑いあり涙ありドラマありのプレイヤー。コージテイガーには笑いのプレイヤーもあるか。辻川さん、その服どうしたんですか。普通ですよ。普通ですよ、その服。あ、はい。まあ、エイト内にあるんで、エイト内にしてください。辻川さん、来ました。辻川さん、来たけど、僕はね、変身心配してますね。まあ、とりあえず試合見ましょう。試合合間にいじりますね。うおー、やる。完全にパクってた。どっちの方あるよね。磁力ついてるから 5D 押したら 5D の高所の途中に磁力が切れるやつ。悲しい。さて、そんな感じで決勝トーナメント始まっております。決勝トーナメント始まっております。決勝トーナメント参加進出プレイヤーの皆様は準備お願いします。結構順番に適当に結構適当に順番に寄せていきますんで。うわー、
ードライブを残して死ぬなんて、そんな小文字。そしてな、はい、じゃあ、影響台で天地対辻川。影響台で天地対辻川役。はい、辻川さんです。魔法少女の辻川さんでーす。いや、ずっと仕事は立ってるしな。普通でーす。なかなか恐ろしいよ。はい、普通でした、辻川さん。影響台、次からバンサスペンチ。2強台決まってますね。勝ったらバンズピチ。さて、それでは B 強台でアクツ対ミオ。B 強台でアクツ対ミオやります。いやー、これも明日の大会を占ういい試合が。あれはパルルですね。対戦の曖昧なんですけど、差し入れのおかげでだいぶ使いました。体力をだいぶ回復しました。ありがとうございました、本当に。はい、じゃあですね、空いた C 兄弟ですが、1回戦の試合全部終わったんで2回戦やりましょう。しょうがない、ラギ対菊池をやります。 C 兄弟ラギ対菊池をやります。ワンピースピンクペさん、 C 兄弟の試合をお願いします。A 兄弟は藤川バーンサスへベンチ。それ必要に下段を狙っていく。うまい。戻った。今のボディ派生 CJD か。ビートの E 兄弟だから月夜のモエル、月夜のモエルが勝利、ギフトです。よし、はい、では E 兄弟で2対1試合多すぎるやろ。ユイタバ対学生、 E 兄弟でユイタバ対学生の試合を行います。小屋さん、 E 兄弟6、7って書いたら許してね。マピットリートで E 兄弟で試合をお願いします。この三つ抜き対 BB プレイヤーも超見たいし、かといって辻川対ベンチも見たいって言ってるし、ベンチ対ベンチはもっと見たい。勝ったやつとベンチ当たるとやばくて、ホットミダープリア中断。やるしかないけど、エンペラータイム尻尾をかます簡単なお仕事。分かりません。疾風だけで5回言った。B 兄弟勝ったら圧倒面。さて、それでは B 兄弟で、まあ、これ、しょうがない。BB プレイヤー対ミツルギ、BB プレイヤー対ミツルギの試合、B 兄弟で行います。B 兄弟、B 兄弟になります。ミツルギさんと BB プレイヤーさんの試合、B 兄弟になります。勝ったら辻川。その2対 BB プレイヤーも相当熱い。すいません、影響台連戦なんですけど、辻川さんとベンリッチさんの試合やります。影響台連戦なんですけど、辻川さんとベンリッチさんの試合やります。ベンリッチ、ベンリッチさん、ご自愛生きてる。
はい。フェンティッチさん、フェンティッチさん。うん。イワシももうすぐ試合やね。じゃあ、連戦で申し訳ないです。やりましょうか。辻川対フェンティッチ。A 代で試合です。はい、じゃあ、ベンチ対辻川やります。はい、両家者ワンピースで試合をお願いします。また白面か、ゆいたば対学生は。しかもこれ空投げオーバードライブで引っ張ってるみたいな感じやん。学生白面が勝利。本当に良かった。ザギは一本。ザギアラブが勝利。ザギ対キチオとかさ、なんでここで当たってるのかってあるけどさ、完璧で戦ですね。営業代勝ったのは、次はバーサスフェンティチ。次の17まで6番出るのは。それでは C 兄弟で。ハヤミスイール。伏せたいイワシ、C 兄弟で、フロートウォーター、伏せたいイワシ、C でやります。はい。はい、しょうがないですね。ランナー同士で潰しちゃってください。E 兄弟で、ピノセ対マトイ、E 兄弟で、ピノセ対マトイの試合、E 兄弟でやります。あと、座ってる皆さん、プレイヤーがまたまた通りますので、なるべくちょっと開けてください、その辺、お願いします。はい、E 兄弟で木の手対まといの試合やります。はい、はい、ワンピースリーグです。 E 兄弟で試合をやります。活動ゲームの後出しが強いと言われる理由の一つですね。あらと右手からは、こう右手から後出しでできるんですが、うわぁ、白反対裏、多分食がうまし、あ、ガードがうまい。死なない。バスターが死ぬの。身動き許さない。どうしても B 兄弟勝ったのは次。いやー殺しきれるか。勝ったな辻が。すげえな、これが一チームだよ。B 兄弟で疾風対 NO。 B 兄弟で疾風さんと NO さんの試合やります。ね、体力調整になって、ピーチ対ゲージ見てしっかりピーチさんとテンポ早めに覚醒打ってね。ナイス、すげえな。いやー貴重なバレット使いなんで、チーム内方が伏せこのオーダー。新兄弟で言えば、コト対ウィキの人、新兄弟でコト対ウィキの人の試合やります。はーい、はい、ウィキの人いますか。ウィキの人さんいましたね。はい、新兄弟、はい、はい、新兄弟にあるんで、はい、はい、はい、明日活躍してほしいですね。じゃあ選手ワンピース続きの決めて
C 兄弟で試合をお願いします。まあまあないんじゃないでしょう。 A 兄弟天候 VS ピーチバレット VS バーテン。貴重なバレットです。どうも。エノーさんは今配信筐体とは別の筐体で試合をしてます。勝ち上がってます。さあ、いい兄弟今出れましたが、木の瀬来てるな。はい、じゃあ E 兄弟同時ですね。エア対クラリ、エアさんとクラリさんの試合やります。 E 兄弟、エアさんとクラリさんの試合やります。ワンピースピー決めて E 兄弟決定。おい、なんだよそのパンダ。ちょっとちょっと、なんかすごいすごい可愛いのつけてる。おー、高い気が効いてくれた。ラストバングです。最後の一人です。バングで大事なんです。影が通ってレベル2。ああ、2回目でね、かなりを見せていく。ジニーのカード、レベル2チャー投げ受ける。あそこまで A 兄弟、はい、いろいろ守り通いましたが。いろいろ迷いましたよ。これでいった。伊藤さえ対 CL、 A 兄弟伊藤さえ対 CL でいたいと思います。 B 兄弟はアストラルということは A の、はい、じゃあ B 兄弟で浩二さんと保安さんの試合やります。 B 兄弟で浩二さんと保安さんの試合やります。 B 兄弟、コージテイガー対ホアンミュー。あれ、ホアンさん、ホアンさんいませんか。ホアンさん、あれあれ、ホアンさん、ホアンさん、どうぞどうぞ準備できたらいいじゃないですか。はい、ホアンさん、いた、ホアンさん、あ、いたいた、はい、B 兄弟、B 兄弟で試合です。ホアンさん、B 兄弟で試合です。で、C 兄弟で、まあ、グリシンジュ対クッキーババー。はい、コーチさんとホアンさん、B 兄弟、B 兄弟です。で、C 兄弟でグリシンジュ対クッキーババー。いやー、今日のチンネーム対決、クッキーババー対グリシンジュ、クッキーババー対グリシンジュ。さて、いい状態、シエルバーサス一本。はい、いい状態、勝ったのはエアライチ。エアライチ上がってきましたね。エアファイル、はい、じゃあ、いい兄弟で、しょうがないね、いい兄弟で、テクヤロ対小型、いい兄弟で、テクヤロ対小型と試合やりたいと思います。さあ、テクヤロドレード、正念場、テクヤロ対小型。さあ、OK、きれい。
側です。伊藤っぽい最後の着地空投げ。本当にね、ああいう相手を動かして仕留める動きが非常に巧み。だからこそ18段、伊藤さえ動かして刺すのが本当にうまい。第2ラウンド、白面のゲージが、ゲージが溜まるんで、バーストも溜まるんで、ジャンプ C、4C、おっと、クリオカウンター、しかも出がってる。で、これやばくない？デンジャーネガティブで4600当たっちゃうから、裏表でシュート、これですよね。じゃあネガティブ重なるときつい、勝った方がでもめっちゃシュートと、だから伊藤さん、確かに勝った方がシュート。じゃあ A 兄弟はまあこれ白面しか映してないから白面映すのやめます。 LO 対小池、白面映したいんじゃなくて世界一位を映したいね。 LO 対小池、影響台やります。さあ世界一位さん、小池いっぺん1位になったよね、確か、うん、6月ぐらいに免許改定取ったよね。そうそうそう、世界一位で一月終わってやった免許改定という特殊称号がもらえるやったっけ。世界一位さん、今日何人いるんやろ。決勝トーナメント残ってるやつだから、辻は世界一位になったっけ。このため初めの方に1回になってんねんな。辻川、フェンリッチ、ミツルギ、アトリー、MO、 ボニー、で、小池、6人、決勝トーナメントで6人の世界一位さんがいます。あとそのうちの1位、1人が小池無理神経。あー、クッキーババア、ここに撃沈。クッキーババア撃沈かー、アホパリッタな。そして B 兄弟はコージ、コージで長所に。はい、じゃあ B 兄弟で悪くたいこのピッチを、 B 兄弟で悪くたいこのピッチをやります。C 兄弟はどちらへ、 C 兄弟どちらへ出て戻してください。 B 兄弟で悪くたいこのピッチをやります。B 兄弟で悪くたいこのピッチを、 B 兄弟で悪くたいこのピッチを白面同時になります。さて A 兄弟は2回戦最後の試合に行こう。小池対エロ、世界一位戦。さて、ラグナ、小畑が勝利。では6画台の3台使って抜け戦、6画台の3台使って抜け戦やっていきます。E 兄弟、 E 兄弟で辻川対ナギ、 E 兄弟で辻川対ナギやります。いいです。いい、これ、ちょっと LUC やけど許してね。LUC やけど許してね。これに対応できるのが本物のプロ。間違いで。これ、第1ラウンド、小池。なんとか、読まれたエロ。8番になる。大越から